最大限の警戒感を持って感染防止対策を徹底していただき、福岡県は新規陽性者が初めて1万人を突破するなど感染が拡大し、病床使用率が目安の 50% を上回っていることから、昨日県独自のコロナ警報を特別警報に引き上げました。ただ感染力は強いが重症化しにくいオミクロン株の特性と国の方針を踏まえ、飲食店に対する営業時間の短縮など行動制限を伴う要請は行わないとしています。その上で県民に対しては基本的な感染対策の徹底やワクチン接種などを呼びかけました。また夜間や休日に患者が急増しているため、可能ならば平日日中に医療機関を受診してほしいとしています。病院そのものがもう崩壊寸前に来ているというのがこの現状でございます。コロナダイヤルを強化いたしておりますので、ぜひご相談をしていただければというふうに思っております。一方、福岡市は適切な医療提供体制を維持するため、新型コロナ相談ダイヤルの回線数を増やしました。市によりますと、軽症の人が急患診療センターに詰めかけ、新型コロナ以外の患者が受診しにくいケースもあるということです。会見に同席した医師は、最近の新型コロナの症状は40度以上の高熱と喉の痛みが多いとした上で、病院を受診する前に電話で相談してほしいとしています。